はい皆さんイ度はい今日は28日ね8月9日はパーマの日だねパーマ駅ね数売ってるよねいろんなメーカーが出してねでもどこのメーカーもパーマ駅ってさみんな同じだよってね同じじゃないからね同じだよっつってね自分家の商品売りたがるのはディーラーぐらいこれね本当にディーラーってのはくせんだから注意した方がいいね ディーラーの方もね、商売だからね、で、自分ちの持ってるものをね、勧めなかったらどうしようもできないからね、で、大きなところは、ね、多種多様にね、いろんなあの商品持ってるからね。で、美容師さんがあれがいい、これがいいって,言っても対応できるけどね。小さいディーラーはね、もう変なパーマ液、これしかねえんだね、そんなのさ、もう在庫処分で売られてるようなもんだよねあのハイエンドの強い薬、ね。これはよくうちが言ってるプレミアのチオ、ロリアル,、ね、ロリアルのプレミアムのチオ。 これとミルボンの一番強い血を比べると、なんかミルボンのはね、使いにくいんでね、硬いっつの仕上がりが。ロリアルの方が自然に強いんだよ、ガリって。<laughs> もうとにかくかかるだけかかるって感じ、ロリアルは。加減なしみたいな。細い毛だろうが太い毛だろうがね。でミルボンはね、なんかね、硬くかかってんだけど、なんか緩いんでなんか仕上がりが。あと細い毛、なんも、トップの方なんか。 あれっていうのがね2回続いたんだよね、だからもう使わねえんだけど、細毛難毛だから、うちらは強くかけたいんだけどね、だ見るもんの考えとしては、細毛難毛だから、ガリガリってかかるとチ、リチリっとして痛むから、何か調整して、細毛難毛がチりつかないように設定されてるのかなって、まあ、よく言えばね、だからなんかね、一番強い治療でもなんか違うんだよね、だうちらが一番強い治療を使うときは、とにかくかかってくんなきゃ困んないよ、かかるやいいんだよね。 だそういう意味じゃロリアルのプレミアチョウはかかるだけかかるから扱いやすいんだよねでミルボンはどっかしらね髪の毛痛傷めないような工夫してる分何かあれっていうのが出ちゃうんだよねもうだからそれ以来怖くて使ってないんだけどねもうちょっと使い込めば何かななるかもしんないけど、まあ、とりあえずはかかるだけかかるロリアルプレミアチョウの方がいいねとにかく加減なしって感じパンチパーマそれこそね 髪の毛硬くて太くて、しっかりパーマーかけたいような場合は、まあ、ロレアルのプレミア長が、まあ、手堅くかかってくれるって感じかね。どこのメーカーのね、薬使ってもね、あの、結構違うよね。あの、大手だからといって自分の趣味に合った薬かって言ったらそうでもないんだよね。まあ、ロレアルも大手だし、ミルボンも大手だしね。はい、お疲れ様でした。